仮面ライダーシリーズ仮面ライダー555仮面ライダー555は2003年1月26日から2004年1月18日までテレビ朝日系列で毎週日曜8時8時30分に全50話が放映された東映制作の特撮テレビドラマ作品及び作中で主人公が変身するヒーローの名称仮面ライダーシリーズ初の地上デジタル放送でもある キャッチコピーは失踪する本能。平成仮面ライダーシリーズの第4作。前作仮面ライダー隆起とは異なり、劇中で仮面ライダーという名称は用いられていない。従来描かれることの少なかった怪人側のドラマにも本格的にスポットが当てられ、怪人へと変わってしまった者たちの苦悩が描かれている点が本作品の大きな特色である。 怪人の人間ドラマを描くことはヒーローが殺人者に見えてしまうというデメリットから敬遠されていたといい仮面ライダーシリーズでの作劇は初の試みであった仮面ライダー龍騎同様にライダーに変身する人間が善良とは言えないものだったり本作品では逆に怪人オルフェノクにも彼らなりに正しい心を持つ者がいたりと単純な善悪に言論では割り切れない 群像劇が織りなされた。従来のシリーズ同様に、幼年層を意識しながらも、登場人物同士の様々な人間関係を、全面に押し出した、重く、シリアスな物語が展開されている。劇中では、人間と怪人の共存が、作中のテーマとして取り上げられ、ライダーに変身する、主人公、犬井匠も中盤以降、 人間に危害を加えない、あるいは改心をする、見込みのあるオルフェノクに対しては止めを刺さないという、スタンスをとっている。様々な立場のオルフェノクと、人間、それぞれの思惑が交錯する、入り組んだストーリーは、シリーズ中でも特に複雑なものとなっている。また、作中でも、登場人物たちが、相互に変身している人物が不明確であるが、ゆえの誤解や、 他者の暴略による行き違い、感情のすれ違いなどから、衝突や殺し合いに発展するなど、誰を信じ、誰を信じないかという、極めて難解なテーマも掲げている。また、体の肺下、新しいベルトの実験でベルトをつけた人間の消滅、といった描写に見られるように、従来よりも、 ホラー色の強い作品にもなっている。パイロット版監督の田崎竜太は子供番組として詩を表現することもテーマとして掲げている。外付けかつ自由に携帯可能な変身ベルトを用いて変身する設定が本格的に取り入れられた作品であり、その要素は後のシリーズでも受け継がれている。そのため劇中に登場する格ライダーにも 複数の変身者が存在し、時には敵であるオルフェノクがライダーに変身することも、ある。ただし、変身アイテムの他に契約を必要としていた、隆起のように、適合性を備えていないものは、繰り返しの変身、あるいは、変身自体ができないため、条件が満たされていないと、仮面ライダーの資格がないという点で、従来の要素もまだ生きている。本作品では、 アイテムの争奪戦が物語の主軸の一つとなっており、脚本の井上俊樹は本作品を、主人公はベルト、三本のベルト物語と評している。また、変身ベルトと呼ばれていた従来のイメージを払拭させるため、シリーズでは初めてベルトではなくドライバーという名称になった。本作品の企画は、 シリーズの継続や、石森プロが参加するかどうかなどが決まらずにスタートが難航し、例年より遅い2002年8月後半頃に開始された。仮面ライダーシリーズ以外では、人造人間、キカイダーという案も存在したが、仮面ライダー人気が衰えを見せなかったことから、シリーズの継続が決定された。本作品は、仮面ライダー空画ーから4作品目となるため、 昭和シリーズ4番目の主人公である仮面ライダー X も意識したメカニックライダー路線となった。なお、本作品のタイトルの発想は平山徹による仮面ライダー X の番組タイトル案の一つ仮面ライダー号5号から得られている。仮面ライダーのデザインは子供に描きやすいよう円など幾何学模様をモチーフとしており、 また幾何学模様に類似したギリシア文字も取り入れられている。初期案では、前作の影響もあり、シャツとサメのダブルライダーという案も存在したが、メカニックライダーであることから生物をモチーフとする案は廃された。シリーズ構成は、前作、仮面ライダー隆起がイベント性の高い作品であった、ため、その反動から本作品では、 物語性を重視しようと考えられた。怪人側のドラマを描くという方向性も、前作が13人の仮面ライダーが登場するために、怪人の扱いが弱くなっていたことへの反省などから、生まれたものである。プロデューサーの白倉慎一郎は、仮面ライダーアギトの頃から温めていた、ロードムービー展開を、序盤のみであるが実現させている。 携帯電話など電子機器をモチーフにしたファイズドライバーをはじめとする変身ベルトのガングは100万本以上を売り上げる大ヒット商品となった。仮面ライダー W のダブルドライバーに抜かれるまで仮面ライダーシリーズの変身ベルトとしては最多売り上げを誇っていた。前作仮面ライダー竜旗では稼働フィギュア R&M の売り上げが メインキャラクター以外かんばしくなく、ソフトビニール人形、ライダーヒーローシリーズの方が好調であったため、本作品では、RH シリーズとサイズを合わせた、SRHF シリーズが展開された。西暦2003年、九州で一人旅をしていた、青年、犬井拓海は、そこに居合わせた、少女、園田真里と共に、謎の怪人、オルフェノクに襲われる。真理は、 持っていたベルトを装着して、挑戦しファイズに変身しようとするが失敗し、無理やり巧みにベルトをつけ、彼をファイズに変身させることで窮地を脱した。どうやらオルフェノクたちは、そのベルトを狙って、真理を襲ったらしい。その後二人は、クリーニング屋の菊池慶太郎と出会い、事情を知った彼の勧めにより、東京にある彼の家で三人の共同生活を、始めることになる。 一方、東京で暮らしていた青年、木場雄二は、二年前の居眠り運転のトラックによる交通事故によって両親を失い、自らも二年間の昏睡状態を経て死亡したかに見えた。しかし、雄二は病院で謎の蘇生を遂げ、周囲を混乱させる。自らも混乱したまま帰宅する雄二だったが、自宅はすでに他人のものとなっていた。 おじ一家が自分が眠っている間に財産を根こそぎ利用していた事実を知り、恋人が自分を裏切りいとこと交際していることを知った友事は異形の怪物に変身し、いとこと恋人を手にかけてしまう。醜悪な肉体変貌と犯した罪に絶望する彼の前にスマートレディという女性が現れ、ことの真相を告げる。 ユージは一度の死亡により、オルフェノクとして覚醒したのだった。スマートレディが属するオルフェノクの組織スマートブレイン社に、囲い込まれたユージは、同じように、オルフェノクとして覚醒した、長田ダユと、カイドウナオヤの二人と行動を共にするうちに、人類を敵視する、スマートブレイン社の姿勢に反発し、人類とオルフェノクの融和を考えるようになる。匠とユージ、 二人の男の物語を中心に、ベルトを、ひいては人類の未来をめぐって、オルフェノクと人類の戦いが幕を開けた。本作品における敵、人間が一度死を迎えた後に知的生命体へと、再度覚醒した人類の進化型。通常の人間として、病死や事故死を経て自ら覚醒する場合と、死と再生により覚醒する場合の二通りの覚醒パターンがあるが、 前者のパターンで覚醒したオルフェノクは、オリジナルと呼ばれ、その数は希少ながら、全体的に高い能力を持つ傾向にあり、いずれもオルフェノク因子を持ったもののみが覚醒する。なお、オリジナルであることが、はっきりわかるのは、犬井匠、木場祐二、長田ゆかの3名と、沢田明を除くラッキークローバーのメンバーのみである。また、実験段階ながら、 人為的な操作によって作り出されたオルフェノクも存在する。通常外見は人間だった時と同一で、オルフェノク同士でも人間との区別がつかないが、自らの意志で細胞の配列を組み替えることで、地球上の動植物一種の性質や外見と、それに見合った特殊能力を備えた異形な姿へ変化する。それはそのものが潜在的に抱いている。 戦う姿が具体化したものである。どの個体も退職は灰色が貴重であるが、これは死や滅亡のイメージを表している。変化する場合、瞳が灰色になり、顔にオルフェノクの顔のシルエットが浮かび上がる。オルフェノク状態で人間の言葉を発する際には、足元の影が青白い羅針の人間の上半身になる。力を物にしたオルフェノクは、 人間体でもある程度はその力を発揮することが可能であり、波のオルフェノク相手ならば戯れ程度に薙ぎ倒す。また、オルフェノクになったからといって傷病などを負わなくなるわけではなく、風邪をひいたり体調を崩すこともあるなど、通常時においては人間とさほど変化はない。また、普通のオルフェノクは人間体の時は人間並みの力しか出せないが、体自体は 頑丈になっており、有事は、人間体で超高層ビルからの飛び降り自殺を図った、際にも傷一つ負っていない。すべてのオルフェノクには、腹部に、共通の紋章である、死と、再生を表すオルフェノクレストがある。これは三方向に伸びた矢印であり、三つの矢印が、それぞれ、命あれ、形あれ、姿あれと願う。 心を象徴していて、人間がオルフェノクへと進化する段階を表している。オルフェノクは、人間の中から半ば自然的に発生する存在であるため、自然体として組織化されているわけではない。オルフェノクとして覚醒したものが現れると、スマートブレイン社はいち早く接触を図って、動詞として受け入れ、オルフェノクに関する知識と援助を与える一方で、管理下に置こうとする。 しかし、スマートブレイン社の情報収集能力や、統制力には、限界があり、オルフェノクに覚醒後も、スマートブレイン社に従わないもの、スマートブレイン社に知られないまま過ごすものも存在する。オルフェノクの多くはその力に溺れて、人間性を喪失し、人間社会に紛れて生活しながらも、密かに人間を襲い、人間との共存が不可能だと考えて、 自分たちだけの世界を作ることを目指す。幼児たちのように共存を望む者や、人間として生きようとする者もいるが、人間を殺めるのも言うとしないオルフェノクは、スマートブレイン者から、裏切り者と称され、資格による、抹殺の標的にされる。ただし、人間を襲う者はブラックリストには載っていないため、カイドウを倒すために現れたタクマはカイドウをかばった、ユカを襲わなかった。 なお、彼らの存在意義は、いずれ地球の代表者として、何者かと戦うために生まれてきた、地球一子が、人から、さらに次元の進んだ存在を作り、人と競わせることで精神の進化を、促しているようでもある。地球上の生物すべてを背負ったオルフェノクという種、そのものが、いずれ、ノアの箱舟になるのではないかとされ、そういう意味では彼らの心自体は、 人と何ら変わらないという。オルフェノクは、最後の時、青白い炎を吹き出して、灰になって、死を迎える。強力なフォトンブラッドによる攻撃を受けて倒された、場合は、青い爆発とともに瞬時に灰と化す。また、寿命が近づくと時々、体が、わずかに灰化し、四季には一気に灰となって崩れる。オルフェノクへの進化は、 極めて急激になされ、その急激な進化に多大な負担を強いられて肉体が急速に滅びて耐えきれないため、長寿の生命が保てず、個体差はあるものの、死に至る病と同様にいずれは肉体が灰となって崩れ去り、滅びの時が訪れる運命にある。オルフェノクの王の力に頼ることで、真の力と永遠の命を得られるが、 その場合人間としての部分を消滅しなければならないため元の人間の姿には戻れないオリジナルのオルフェノクが人間の内臓にオルフェノクエネルギーを注入して覚醒を促してオルフェノク化させる行為で内臓の破壊方法はオルフェノクごとに差異がある主に体の一部を死と再生能力がある触種に変化させ人間の口や鼻を通して 内臓部分に到達させる。死と再生の触手はガラスなども通り抜ける特殊な触手で、車などのガラス張りの乗り物の中にいる人間を密閉された状態で殺害することが可能である。死と再生を受けた人間がオルフェノクとして覚醒することはごく稀であり、多くの場合は肉体が急激な変化に適応できず、肺下し死亡してしまう。通常の人間にとっては、 実質、殺人と同義の行為である。オルフェノクのスマートブレイン社社長直轄の非公式集団。村上枠、オルフェノクの中でも上の上の特殊能力を持つ上級、オルフェノクの精鋭4人で構成され、スマートブレイン社から豪華な邸宅の提供や施設の自由な利用など、様々な特典が用意されている。メンバーの一人であるタクマは、 ラッキークローバーは協力者であって、部下ではないと村上に釘を刺しており、定数は、名称通り4名を絶対としているが、村上の意向であっても、既存のメンバーが了解しなければ入会することが、できないという不分率がある。初登場時メンバーは、拓馬逸郎、影山佐江子、J、北崎の4人。J の死亡後は一つの空席をめぐって、複数のオルフェノクが、 候補となり、一度は、沢田明が、J の後釜となるが、デルタギアを流星塾のメンバーに渡したことが原因で、村上の怒りを買って放逐される。その後、沢田によって殺害された真理の蘇生と引き換えに、オルフェノークの本性を表した、犬井拓美が一時的に加わるが、ファイズギアを託した、木場有事に殺されるのを望んでの行為であり、それに失敗すると逃亡し脱落する。 また終盤ではサ子が人知れず殺戮を繰り返していた長田ダユを村上が推挙したことでラッキークローバー候補に推薦するべく勧誘したが断られたため彼女を殺害している過去の特撮作品のメインキャラクターを演じた原田敦志や山崎純がレギュラー出演したほか本作品が俳優デビューとなる綾野剛が物語のキーマンを務めたまた 前作、仮面ライダー隆起に出演した栗原瞳は本作品でも引き続きレギュラー出演している。この他、仮面ライダーゴーストに声優としてレギュラー出演した結城葵もハブザキ緑名義で幼少期の心理役を演じた。各はオルフェノク及びドラゴンオルフェノク担当の渡辺敦史は本作品でスーツアクターとしてデビューした。脚本は井上俊樹が 全エピソードを担当している。東映特撮で30分番組4クールの作品で全話脚本を行ったのは、上原昭三、浦沢義夫、小林康子、そして、井上の父である、伊上正などがおり、親子2代で同じ記録を残したことになる。この他、キャラクターデザインには、前作より引き続きの参加となる、篠原多元が、音楽面では、 ゲームやアニメ作品を中心に劇ともを手掛ける松尾隼人が起用された。松尾は投影作品としては現時点で唯一の登板となる。またカメラ面では現在平成仮面ライダーシリーズをメインで担っている倉田浩二は本作品が撮影技師としてのデビュー作となった。仮面ライダーファンを公言している一茶が主題歌の歌唱を担当した。また、 第18話では、劇中で、倉田恵子が、甘色の髪の乙女を歌唱した。各回には、タイトルはなく、ここで、放映台としているものは、新聞のテレビ番組欄やテレビ番組情報誌、テレビ朝日公式ページにて表記されたものである。また、シナリオタイトルも、先行して、特撮専門誌やホビー情報誌に、仮タイトルとして掲載されることが多いため、併記した。 脚本は、前は、井上都市のため省略。各は終了後には、数本のフォトンブラッドが流れ四角形に形成される演出だった。登場怪人のうち、長期間にわたって登場したオルフェノクや、ラッキークローバーの面々は割愛。いずれも、発売元は、投影ビデオ。2003年鈴鹿8時間耐久レースに出場した。 仮面ライダー555ホンダチームの CBR954RR 本作品にバイクなど車両を提供している。ホンダが仮面ライダー555ホンダチームを結成し、鈴鹿8時間耐久ロードレースへのエントリーを行った。レースにおいては他チームのトラブルに巻き込まれたが、結果は70チーム中総合10位での完走を果たした。このレースには、 参加ライダーがファイズとカイザーをモデルとしてデザインされたヘルメットとスーツを着て出場していた。また、チーム監督である宮城光とファイズのスーツを着てレースに参戦した山口達也は翌年も仮面ライダーブレードホンダチームに再招集された。この記事は以下のカテゴリーでも参照できます仮面ライダー913に関するカテゴリー。ありがとうございます。